皆さんこんにちは、ミコ TV のまいです。今日はこちら映画狼少女と黒王子の監督ひろき監督が彦根でトークイベントを行われるそうなので、私もその会場に来ております。今からインタビューさせていただけるということで緊張していますが頑張りたいと思います。それでは行ってきます。こちらには映画監督の弘樹隆一監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しい中お時間いただきありがとうございます。早速なんですが、監督がいつも映画を撮影される中で、工夫されていることはありますでしょうか。工夫というか、毎回その作品によって撮り方っていうかそのアプローチの仕方は変えようっていうふうには思ってますね。その同じにはならないようにしようっていうか、その作品によってこんなことをやりたい、チャレンジっていうかしたいっていうのはいつも思ってます。これがうまくいったからこうしようっていうことではないですけどね。またそれぞれの映画の特徴に合ったテイストを出すっていうことは、はい、心がけてますけど、またいろいろな撮影現場に行かれることが多いと思うんですけれども、いや行かない、自分の現場しか行かない。あ、そうですね。まあ、その現場現場に、はい、行かれると思うんですけども、はい、日置監督から見た彦根はどのような街でしょうか。彦根はね、まだ本当に僕あの浅い豊里の小学校周辺と本当に、なんだっけキャスルロードぐらいしか知らないんで、もう本当に もっとねこう琵琶湖の周辺とか、はい、この辺とか全部見たいっていうか気はしますね。滋賀県も広いので、はい、もっと深い感じがするんで、はい、それはなんか現代劇っていうか、まあ、普通の本当に現代劇なんかやれればいいなって気はする、はい、まあお城の周りはねもう観光地だから地方行くと面白いじゃないですか。こう角曲がるとえこんなっていう、そうですね、でこうね本当に歩いていくとえこんなところにこんなお寺がみたいな、この古民家も古民家っていうか古民家を宿にしてて、はい、裏がお寺さんの屋根でえこんなありえないじゃん普通の家みたいな、それすごいなと思う。一歩そのメインから離れたところも、うん、行かれたらすごいいろいろなところがあるので、はい、今日いやあそこすごいいいとこじゃん、はい、あの細いね、そうですね、はい、ちょっと車からしかちらっとしか 見えなかったんですけど、はい、あんな狭い商店街日本一だと思います僕、はい、今昔のまだ残っている商店街、うんうん、はい、だからああいう場所はなんかねすごい撮影したいっていうふうに思いますよ。どこ探してもおそらくないはずなんで、そういうのなんかもっと知りたいっていうか広めていったらいいなって気はするけどね。はい、私が案内させていただきますね。ぜひよろしくお願いいたします。飲み屋とか知ってますか。そうですね、まだあの未成年なので。未成年なんだ。今いくつなんですか。まあ、18になりました。3月で惜しい、あと2年。そうなんです、あと2年、はい、それまでに勉強させて勉強しておきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、何が一番おいしいんですか。滋賀県何が一番好きですか。そうです、私あの歴史が大好きなので。食べ物ですか。すいません、突っ込んでいいんです。みんな突っ込まれてる。食べ物で美味しい、そうですね、やっぱり近江牛が有名なので。あとは近江牛。あとは近江牛有名でしょうね。そうですね、やっぱり美味しい焼肉屋さんはたくさんあるので、はい。ま、スイーツ、スイーツ得意じゃないですか。そうですね、タネ屋クラブハリエが本店が滋賀県にあるので、そちらもぜひ。それどんなあれなんですか。バームクーヘンがやっぱ有名なんですけども、はい、あと和菓子も美味しいのでタネ屋さんの、ああそう、はい、はいはい、オリーブ大福にオリーブ入ってるの。大福にオリーブをかけて。あ、オリーブのオリーブ、え、本当、はい、大福におしゃれだね。そうなんです、おしゃれだね。食ってみよう。はい、ぜひ。あ、今、後で住所言うんでちゃんと送ってもらって。はい。また
私も役者を志すものとして志して役者じゃん役者、まあ、そうですね役者なんですけども、まあ、一番気になるのが、まあ、いろいろな俳優さん女優さんがいますが、ひろき監督が役者に求めることはありますか？愛愛これ大丈夫かなまあでもね、基本的には表現者なんで、その映画のやっぱ映画を映画って誰かに見てもらわないとしょうがなくて、でやっぱ役者さんがセリフを言ったりお芝居したりで、それが相手に伝わっていくもんだったりするんで、あとそれをどうやって切り取っていくかっていう部分はあるんで、その表現者としての自分の何だろうな、役者さんの、まあ、何も考えない方がいいかなって感じですね自然にそのどうなんですか、芝居してる時に。そうですね、私も楽しむシーンではやっぱり自分が楽しまないと、その見ているお客さんも楽しめないと思うので、やっぱり自分だけ楽しんでない、その自分から楽しむ自分も楽しんで楽しみながら撮影はしようと心がけています。あ、甘いな。甘いですね、すいません、勉強不足です今度じゃあめっちゃ苦しめてあげるねはい、ぜひ今、はい、はい、あのこちらのね、彦根の、はい、魅力をミステリーという視点で PR させてもらってるんですけども、ね、いいよね、はい、すごい演技をする上でアドバイスいただけないでしょうか。うん、だから、はい、別に何だろう、芝居しようと思わないっていうのが一番僕のテーマですけど、うん、もうすごいすごいすごいこと言いましょうか。あのお芝居はマイナスなんで、マイナスっていうかプラスじゃない、プラスにしていくとどんどん芝居はダメになっていって、お芝居はマイナス引き算です。映画も引き算だと思ってるので、はい、分かんないですよね。いや分かる分かる、そのうちいろんな人のあれを見てたら、はい、よく話するのはだから、うん、引き算だよねって話をして、江本明さんって僕親しいんですけど、はい、江本さんなんかと話すのはやっぱ引き算だよなっていう話をする。映画もやっぱそのいろんなことをやってても分かんなくて、007とかエンターテインメントにしても、その007は007でいるじゃないですか。でそこにいろんなことが起こるけど、 彼は007って何をやってるかってすごいシンプルに見えるじゃないですか。だからそこで彼が思い悩んだりじゃなくて、彼がやりたいっていうか、それでなんか映画が引っ張られてるから余計なことは一切しないですねっていうのが遠くを見てますね。なんかどうしたんですか。いやいや本当にすごい深い、まあ、深くないですね。全然あのなんかそれは大切なことだなと思いますけど、演技は足し算より引き算。そうです、はい、ありがとうございます、はい、監督のご指導の上に頑張っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。早っ。いやいやいやいいですまたね、はい、さっき、はい、教師の皆さん、今さっきも初めからすごい気になってはいると思うんですけども、5月28日に公開されます狼少女と黒王子ということで、今回どういったところに工夫されて撮影されますか。あ、まあ本当に題名通り狼少女と黒王子っていう、黒王子でもないし狼少女でもない、はい、ないんですけど、だからね、いろんな見栄とその学校のあれがあって、まあ付き合うことになっちゃったっていう二人がどうなるのっていう話ですけど、まあ本当に自分の気持ちにシンプルにっていうことだと思うんで、その辺が面白いかな。あと音楽かっこいいですよ。そうですか、音楽が、はい、セブさんってあの滋賀の方なんですよ。そうなんですね。あのセブさんは僕 の大丈夫3組っていう映画も音楽やってもらって、はい、セブさんはあの豊里の小学校にも来てもらって、はい、音のイメージ、音楽のイメージとかをやってもらって、それ以来本当にあのストロボエッジもセブさんで音楽やってて、もう本当にすごい音楽めちゃいいんで、はい、滋賀のゆかりの方が、はい、滋賀
滋賀出身の方が音楽を、はいはい、されているということで、はい、皆さんぜひ劇場に足を運びください。もう一つ、はい、もう夏美のモラルという6月の、これは11日からイオンシネマ系でやらせてもらいます。夏美のホタル、これも音楽めちゃかっこいいです。はい、皆さんぜひ音楽と音楽を、あ、有村架純もいいです。はい、もうじゃないのですね。皆さんぜひこちらも足を、はい、はい、劇場に足を運びください。ありがとうございます。それではすいません、最後に、ご覧いただいている滋賀県の皆さんに、はい、なんかメッセージをお願いいたします。はい、ざわざわしてるのは隣でなんか、何やってるんですよね。そうですね、すごい楽しそうなね、はい、楽しそうな感じですが、僕もこの後はそっちに混ざりたいと思ってます。滋賀はでもね、本当になんか滋賀の人ってどんな人なんだろうとずっと考えてて、長かったら言ってくださいね。で、なんだろうな、ズケズケは来ないし、で、ある距離感でもないし、なんかすごい特有な感じはすごいしてて、で、僕は本当にね、こうやって個人的になんか読んでもらえたりなんかするっていう部分が、なんか不思議な町っていうか県の感じはする。何言ってんだろうね。なので、ぜひ夏美の蛍と、狼少女クロージ見てもらえたら、何か感じてもらえると思うんで、で、火花っていうのがあります。それもネットフリックスで6月から見れるんで、それは本当に林遣都の芝居はもう半端なくいいです。それも あと高橋芽純も出てるんで、絶対滋賀の人は見てください。今日はありがとうございました。はい、平木監督、ご実家いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは乾杯。じゃあ乾杯。乾杯。はい、はい、ありがとうございます。どうも、はい、こちら本当にたくさんの料理が並んでいるんですけれども、私が取ったのはちらし寿司と、滋賀県といえば船寿司ですね。船寿司。臭みがほとんどなくて、美味しいですよ。はい、船寿司は美味です。美味しいです。船寿司初めて食べました。あ、美味しいです。あ、美味しいです。なかなか美味しいです。そうですね、普段食べないんで。で、うちからこの木の集落上がる。え、二次会はどこ行くんでしょう。いやもう本当にね、こうやって滋賀っていうかね、映画呼んでくれることは本当に少ないんで、でもすげえ嬉しいです。美味しいご飯と美味しいお酒と、飲めたらどこでも行きますよ。みんな本当になんか一生懸命聞いてくれて、拙いトークなんで、またここに帰ってきて撮影したいと思います。ありがとうございます。こちらには彦根を映画で盛り上げる会の和田さんに来ていただきました。和田さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。最近もあったような気がします。そうですね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、和田さん、今日の平木監督のトークイベントいかがでしたか。そうですね、もう、まあ、映画界の中で重鎮というか、もう大御所の方なんでね、はい、そういった方がこういう彦根に来ていただいて、本当にこう座談会みたいな形で、ね、トークショーをしていただいて本当に良かったですね。はい、すごい、こう私も初めて参加させていただいたんですけども、こんなに至近距離で監督とお話を、ね、はい、なかなか監督ってなんか遠い存在のような感じはしますけどもね、はい、こうやって喋っていただけるのはやっぱ彦根でね、ありがたいですね。別にその今回の作品でも彦根では撮影はしてらっしゃらないんですけども、はい、こういうつながりがあるのは
嬉しいですね。はい。ミステリー部。あ、ほんまに？はい。どの？私の藤井舞ちゃんが住んでる東近江市の妖怪の。今東近江保大会や。はい、そうなんですよ。堤さんや。そうなんです。そちらの。お茶屋の。はい、お茶屋の。ガオさん編というね、ガオさんね、はい、ガオさんずっとやってて、だあれこの間の NHK の結構ねいいで、はい、俺知らんかったよ俺ら押すのは押せるんですよ実は知らんかったよあれ。まあでもクオリティ高いですよね。3本ぐらい作ったでしょ。そうなんですよ、3本こちらも頼んでなかったぜひ次回ある時は次回そうですね、はい、でもこれからの彦根を映画で盛り上げる回、今後どのような展開に、もうとにかく彦根に来る映画に関しましては全身全力で協力しようということで、あの映画を撮りやすい環境をやっぱり皆さんに提供したいなと思いますね、はい、皆さんぜひ映画を撮る際は彦根で、そうですね、はい、映画を撮るなら彦根で、私たちが協力いたします。ぜひ皆さんお越しください。ありがとうございます。山田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。どこも